新潟に復帰して最初に行ったところは、とんかつ太郎です。新潟に帰ってきたなと思う瞬間は、家の中が寒いと思ったところです。昔と変わったなと思うところは、レインボータワーがなくて悲しかったです。試合前のパフォーマンスは続きますか？もちろん続きます。クロスバーにぶら下がるようになったきっかけは、いや、もう小学校ぐらいからぶら下がってたと思います。新潟の味で楽しみにしているものは、野沢選手にとってのヒーローはマイケル・ジョーダン。新潟で一番印象に残っている試合は、2003年最終節の大宮戦です。好きな応援歌はありますか？やっぱりのぼれのざわよおすけ、ちょっと感じちゃった。復帰が決まった時どんな思いでしたか？涙が出るほど嬉しかったです。対戦が楽しみな選手チームは、徳島川田との対戦です。 J1 昇格とビッグスワンを満員にする、またみんなと一緒に夢に向かって頑張りましょう。オフの日の過ごし方は、家族と出かけます。元気の源は、サポーターのみんなの笑顔です。好きな四字熟語は、一喜一憂。一緒にプレーするのが楽しみな選手は、決めれ気象です。日本ってやっぱりいいなと感じるときは、まあ不便がないことでしょうね。はい。ビッグスワンでどんなプレーを見せたいですか？まあかっこいいところを見せれたらいいなと思ってます。